冒頭4回転アクセルなんですが、あれ本田さん、はい、ダウングレードというような表現があったんですが、これどう見たらいいんでしょうか。そうですね、半回転足りないという状態で着氷していますので、うん、トリプルアクセルの基礎点になってしまいますね、うん、ただ着氷したっていうところ、それから、まあ、羽生選手もキスアンドクライで頑張ったって言ってますから、これ北京への大きな大きな可能性になりますよね。そうですね、やはり4回転アクセルを成功させたいという思いが詰まったプログラムの中で、うん、その後も素晴らしい演技だったので、やはり北京につながる演技だったんじゃないかなと思います。あと少しでしょ、4回転半まで。練習の時の方がもっといい回転をしていましたね、うん、さあそして、表彰式に出る3人なんですけども、まあ、今回は男子女子とも通じて本当レベルの高い全日本でしたね。いや本当に一つのミスが大きく順位を左右してしまう僅差の試合になっていましたね。改めて日本のフィギュアスケートのレベルの高さを感じますが、さあいよいよ表彰式が始まります。さあそして、鍵山選手、宇野選手喋ってますが、まず宇野選手なんですが、まあ転倒もありましたけども、最難関のプログラムよくやりましたね。練習、この試合の直前に右足首を怪我をしたという話を聞きまして、練習の時からもジャンプがほとんど決まらなかったんですよね。痛みをこらえて練習しているようには見えたんですけれども、ショートプログラムの後から少しずつ痛みが引いてきたという本人が言っていましたので、やはりそこと集中力の高さ、そして今シーズンこのプログラムにかける思いでこれだけの演技ができたんじゃないかなと思います、うん、さあ表彰式始まりました。優勝は羽生結弦選手です。鍵山優真さん、オリエンタルバイオ制作。はい、今から表彰式ですが、本田さん、話が途中になりましたけども、まずは羽生選手なんですけども、この景色、6分間練習見たときにやはり涙が出そうになった。いかにやっぱり怪我が苦しかったか、練習が大変だったかっていうのを物語ってますよね。いや、そうですね、やはりオリンピックの前の全日本選手権ということもありますし、4回転アクセルを成功させたいという気持ちの前での怪我だったと思うので、すごく焦りもあったとは思うんですが、それを全然感じさせない演技でしたね。全てのジャンプの高さが一番高いんじゃないですか、今までよりも。そうですね、やはり4回転アクセルをやることによって他のジャンプの高さも少しずつこう上がったようにも見えますし、その分やっぱりジャンプに余裕が
出たということがこう安定感が出たかなと思います。さあそして宇野昌磨選手なんですが、彼もやっぱりショートからの安定感というのは増しましたね。そうですね、怪我の影響でこう4回転フリップを回避するんじゃないかと言われてたんですけれども、しっかりと決めてきましたね。いや北京楽しみですね。そして鍵山選手まだ18歳、この人はまだまだ伸びしろありますね。はい、もうジャンプの能力、そしてスピード感、そしてやっぱりこの緊張感の中であれだけの演技ができるメンタルの強さというのがやはりこの大会でもまた得たんじゃないかなと思います。なんか北京でこのワンツースリーの再現があるような気がするんですけども、まあ全日本なんですが、例年にも増して大変な緊張感の中で選手たちが素晴らしい演技を本当見せてくれたなと思いますが、やはり地方大会とかは無観客の中で試合をするんですけれども、うん、この全日本はもう今日は1万7000人の方が会場にこう選手を見に来てますので、選手たちも多分こうびっくりしたとは思うんですけれども、多分そのお客さんの歓声が選手たちに力を与えた部分でもあると思うので、羽生選手の 322.36 凄まじい得点なんですが、はい、やっぱり彼は得点とか優勝ではなくて4回転アクセル、4回転半にやっぱりこだわるっていうところですよね。ピョンチャンの金メダルの後の4年間そこからも進化をしようとしている気持ちの強さというのもすごいと思いますし、その誰もやったことがない4回転アクセルを飛びたいという、そしてここで挑戦するという気持ちもすごいなと思います、うんうん、いわゆる世界初、史上初、誰も成し遂げたってないことをやってやるんだっていうこの羽生選手の思いっていうのは僕すごいと思うんですけど、いやこの点数で322点ですと、この北京オリンピックでの金メダルという可能性も出てきますので、オリンピック3連覇、そして4回転アクセルの成功という、こうびっくりが2つ重なる可能性が出てきまして、だから北京オリンピックで4回転アクセル、4回転半決める凄さと、得点が一体何点出ちゃうんだって話でしょ、これ。そうですね。そして宇野、鍵山選手にも当然これメダルの可能性ってのは十分ありますから。はい、ただこの選手でそのメダル争い、選手、日本人選手でメダル争いをしなければいけないという緊張感もありますよね。逆にね、はい、三田さんもずっと取材してましたけども、はい、羽生選手も怪我があってぶっつけ本番でグランプリファイナルも回避して、この演技、ね、先ほどの、ね、6分間練習の時にこの景色は何度見られるものなんだろうって思うと涙が出てきたっていうお話されてましたけど、羽生選手、ピョンチャンからこの4年間本当に苦しい時期もあって、もう解放したいって思ったこともあったと。でも幼い頃の記憶をたどるとそれは許されないと、幼い頃からの夢を達成しないとそれは許されないと、そう自分を奮い立たせてきたっておっしゃってて、本当に血の滲むような努力があったと思うんですけど、新しい歴史を作る瞬間を私たちに見せてくれようと、4回転アクセルに挑戦し続ける姿をこうやって見せてくれることだけでもなんか本当に胸がいっぱいなちょっと三田さんも泣いてますけど、すただやっぱり羽生選手は今回そのやっぱりショートからこのフリーからもう凄まじい、本田さん圧巻の演技でしたね。特にもうショートはもう鳥肌立ちましたよ。いや本当に素晴らしかったですね。そしてプログラムコンポーネンツで10点をつけるジャッジがたくさんいたんですけど、見てて本当にあ10点つけたいなとい こう気持ち、そしてこう音の解釈とかも本当に伝わってくる演技でしたね。これからもう2月すぐ北京ですけども、最終調整に皆さん休む間もなく入っていくんでしょうね。そうですね、あと1ヶ月ちょっとでこうもう現地に入っていったり、団体戦もありますので、うん、やはりここからの調整でまず怪我をしない、うん、ということが大事になってくると思います。はい、本田さんありがとうございました。ありがとうございました。羽生選手はじめ圧巻の演技でした。この後いよいよ来年2月北京オリンピックの代表選手の発表が行われます。もちろんこの番組中に生中継でお届けいたしますが、その前にこちらです。はい、前人未到の4回転アクセルに挑んだ羽生選手、何としても成功させたいというその執念をカメラは3年前から追いかけていました。